皆さんこんにちは、カノンチャンネルのカノンです。今日はロンドン一のアジアンスーパーマーケットに行ってみようと思います。アジアンといえば例えば日本食、中国、韓国、ベトナム、タイ料理とかですかね。なんで今日はスーパーマーケットなのかというと、パン、お蕎麦です。この蕎麦、私がイギリスに来た時、早々日本食が恋しくなったんですよ。で、何か日本食ないかと思って地元のスーパーに日本食探していたんですよね。そしたら、本当にあんま美味しくなさそうなカリフォルニアロールとかソイソース、醤油が売られている中で、なんとお蕎麦見つけたんですよ。日本を経って3日、やっと日本食食べれると思った私は、その夜早速蕎麦を作ろうとしたんです。で、その時気づきました。あれ、つゆなくね。もうこの3ヶ月間ぐらいこの蕎麦開けられずにいます。ということで、今日は蕎麦つゆ探しと、それからショッピングがてら探検してみようと思います。やっと食べれる日が来た。ということで、着きました。早速入っていこうと思います。そろーり、匂いがちょっと、まず日本食探しやな。麺つゆあるかな。なんかいろいろ売ってますね。あ、餃子発見しました。ここにも餃子、カタカナ餃子ありました。早速見つけました。日本食です。私もうロンドンで生きていけるわ。よかった。とろけるカレーとゴールデンカレーが売ってますね。テンプーラ。お、パン粉って英語でもパン粉なんだ。醤油が売ってる。あ、でかい醤油が売ってる。え、あれ、高くね。お好み焼き粉ありますね。うどんだ。これってこのところに置いてても大丈夫なのかな。わさび。ラーメンがある。これはサムライラーメン。それから、え、何これ、怪しそう。絶対怪しいじゃんこれ。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン。何個ラーメン書くねん。ここにもラーメン。あ、これ北海道塩か。おお、いいねいいね。で、これは、あ、東京醤油。いいね、東京醤油。じゃあ次何かな、何かな。これ九州豚骨。雑。これね、北海道東京って来たら九州ひとまとめでされてたよこれ。せめてね、あ、熊本とかさ、長崎とかあったりのに。これ面白いわ。他何があるかな。あ、エビカツ、豆乳カレーコロッケ。ね、コロッケ見たことないな。ここは中国系の調味料が多いですね。ここにはわかめが売ってる。わ、すごい。これ地味に欲しいけど使い方わかんないな。ここはラーメンコーナーですね。まさか日本のラーメンもあるかもしれない。あった、札幌一番とか、あとは出前一丁ですね。そしてここは飲み物コーナー。あれ、ポカリスエット。ポカリスエットが 5.5 ポンド、カルピス濃縮が12ポンド。もう日本の輸入商品が高すぎてやばい。ここはお米コーナーですね。夢錦、コシヒカリ。寿司ライスは寿司ライスであるんだ。硬い。お菓子コーナーにやってきました。あ、これカッパエビせんだ。ポッキー、美味しそう。私このポッキー好きなんだよね。しかし高いな。こっちにはコーラのマーチがある。抹茶味、こんな日本にあったっけ。ヤンヤンボーって。あれ、これフィルムついてる。ちょっとお店の人。あ、ここ野菜コーナーですね。え、なに、あんこ餅。え、まさかのあんこ餅。いやー、すごいな。なんか思った以上にね、ここの日本食は高かった。今日来たお店がね、なんかロンドンで一番のアジアン料理のお店なんで、やっぱり品揃えは良かったと思います。やっぱこういったスーパーマーケットに来るとお腹すくな。あ、めんつゆ。